Alisa は愛嬌があるな。お嬢にも見習ってほしいね。見習ってもらっても結構です、兄さん。首が取れるのは愛嬌とは違うってね。レディーファイト。モリガンさんも飛んだりミサイル出せたりするんですね。アリサちゃんもいろいろできてちょっと楽しそうね。まともなのは私だけね。レディーファイト。思いを持って戦えと拳が俺にそう叫ぶんだ。私の拳は叫びませんが、遠くまでは飛びますよ。そういう物理的な意味じゃないわよ、アリサ。レディーファイト。アリサちゃん、記念撮影しよう。はい、チーズ。うん、はい、チーズです。アリサ、首はちゃんとしてくれ。心霊写真になっちまう。レディーファイト。ほれほれ、アリサ、鋼鉄天使のパワー見せちゃれん。はい、デストロイフォームで蹴散らします。天使はデストロイなんて言葉使わないんじゃないのか。レディーファイト。私とアリサさん、名前が一緒でややこしくないですか。区別がつけばいい。首が取れるほど取れない方だろ。区別の仕方もっと他にありますって。レディーファイト。ロボットのアリサさんはどんなことができるんですか。こうしたり、腕が飛んだり、武器が出たり、頭が爆発したり。後部やスターよりも多彩かも。レディーファイト。いくら強くなっても笑う余裕はまだないな。大丈夫です、リンデルさん。ほら、笑って笑って。それ笑うとこじゃねえって、怖えよ。レディーファイト。アリサさんの性能ならザ・ワールドにアクセスできるかも。サーバーが正常であればハッキングくらいならできるの。カイドの腕輪みたい。レディーファイト。デストロイホームで殲滅します。アリサ、武器に頼りすぎるのは感心しないな。腕が飛んだり頭が爆弾だったりするのもな。レディーファイト。私が後部の代わりになりましょうか。いや、好意だけ受け取っておくよ、アリサ君。どうやって代わりをするつもりなんでしょうか。レディーファイト。心臓に電撃くらいは操る。すいません、チェーンソーと頭が爆発するくらいしか。十分だ、アリサ。もっとその頭落とす。レディーファイト。それじゃあ生すぎるか短冊切りにしちゃいましょう。一思いに一刀両断が良いかと思います。 OK、 切断ガール、ここはあえて突っ込まないぜ。レディーファイト。アリサさん、すごいです。リサに合わせてあげたいです。やめとけって。研究だとか言っていきなり分解されかねねえぞ。でしたら研究用に頭だけお渡しいたします。レディーファイト。奇襲は成功している。一気に行くぞ、リアナ、アリサ。はい、脅かして隙を作るのですね。うわぁ、こっちを驚かせてどうするんですか、アリサさん。レディーファイト。必殺技には名前、人のルールです。フェニックスポージング。どうせ言うな、正式な名前を。レディーファイト。トーマさん、シリルさん、頑張りましょうね。おうよ、アリサは気のいいロボットだな。ロボットの人って全体的にいい人が多い気がするわね。レディーファイト。各システム異常ありません。私も全然異常ありません。ぶっ壊れてるようにしか見えない。レディーファイト。アリサ、状況を考えて行動するんだ。はい、みんなで頭を使っていきましょう。いや、そういう使い方ができるのは君だけだから。レディーファイト。クリスさん、ジルさん、頑張りましょうね。戦闘用アンドロイドか。 PSAA にも欲しいところだ。人前で頭を取るのだけはやめさせないでね。レディーファイト。